本院さん、こんにちは。エンジン撮ってきた東京本店の関根です。今回の設定機はですね、こちらの前でね、ゼイロ狩りと呼ばれている奥に行けば行くほどバーの幅が広がっている、ライブをやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。早速やっていきましょう。こちらですね、まあどういう風に撮るタイプかというと、まあ一般的な橋渡しでしたら、そのまま棒と棒の間に落とせばいいっていう話なんですけど、今回はですね、こっち側に横径を落とすっていうような台になってますね。狙い方は言うてもそこまで変わりません。アームを寄せていただいて、奥か手前狙っていただくような感じですね。私はちょっと下を狙っていきます。じゃあちょっと落ち着いたので、次は若干手前側を狙っていきましょう。棒より奥側に行けばよかったんですが、なかなかうまくいかず、もう一回同じようなところですね。まあちょっとキャラクターっていうので、おいい感じですね。そのまま僕がまた狙っていきます。まあ、パワーも強いんで結構行きやすいかなとは思って、はい、まあね、というわけでラビの敵ですね、ゲットしてあります。末広がりの台っていうのは、景品を、今のはまあ割とそのまま取れちゃいましたけど、景品をこういうような形で持ってきていただくと、取りやすかったりはします。そのまま手前側を狙っていただいて、こう縦に落とすだったり、手前側に持ってきて落とすだったりっていうのは割とやりやすいですね。まあ、逆にちょっと奥側に買っちゃうと、なかなかこういう風に行きづらかったりするんで、まあ個人的にはですけど、奥側に乗っけるのはそんなにおすすめはしないですかね。思っていたより早く取れちゃったので、もう何個か台、フィギュアの台やっていきたいと思います。はい、じゃあ次行きましょう。はい、続きましてですね、こちらの台やっていきます。どういう台なのかっていうのは、まあ、やらないとなかなかわからないかなっていう台なので、こちらでねやっていきます。まあ一見どうやって取るのっていうところではあるんですけど、まあ一番最初どうしようかなっていうところで、ど真ん中を狙ってみたところ、まあ横に動きます。これを続けて、ここまで持ってきましたというところで、じゃあここからどうするのっていう話なんですけど、こうなっちゃいますね。まあ取れないでしょう。まあ取れない。こうして乗っかればあるとは思いますが、そんなに期待はしない方がいいかなと思います。ちょっと待っていきます。じゃあどうするのかっていうことですね。狙い方、一番最初から違いますね。ここの角を狙います。まあ、要は左側のアームだけをそこに引っ掛けるっていう感じですね。右側のアームはこういう風にこれ成功っていう、こうするとなんと斜めになります。じゃあ斜めになったところでどこを狙うかというと、最後ですね、この斜めになった側面の部分ですね、ここを狙っていきます。できれば完全に横にしたいので、もう一回こんなところに会いましょう。多いですね。で、ここからこっちに倒します。これをやるには一番最初のやり方で大丈夫です。左側のアームだけを入れて右側は外す。そうすることによって右側が倒れてきます。ちょうどここの真ん中に持ってきてシールドって言うんですけど、アームの中心が来るように持ってきてもらえるとうまいことがやりやすいですね。で、最後はここのロゴの部分ですね。アームクラのロゴの部分を狙うとという形になります。はい、というわけでですね、こ
ないんですけど、もう1箇所ぐらいやっておきましょう。というわけで次行きましょう。はい、ではですね、まあ、最後になりますかね。土台はこちらですね。末広がりのパート2ですね。まあ、1回挟みましたけど、私は末広がりに戻ってきました。まあ、結構あの増えてる台でもあるので、せっかくなんでね、橋渡しというか、末広がりの台も、どんどん紹介していこうかなっていうふうに思うので、今回はこちらの方をやっていきたいと思います。では、やっていきましょう。まあ、基本的に末広がりは、左から、まあ、この場合は左から右なんですけど、に動かしていくっていう形になりますね。まあ、今のはちょっと両方のアームがちゃんと入りすぎちゃったっていうのがどうしてもあるので、まあできれば奥側のアームで上に行ったりとかではありますね。なんですけど、まあこういうふうに奥側狙っていきましょう。左側のアームだけかけていれば、まあ、いい動きはするとは思うんですが、今、右側のアームも同時に引っかかってるやってる状態なので、あんまりいい動きはしませんね。ここを持ち上げられるか。まあ、でもまあ、まあ、悪くないかな。アームのパワーが強いので、結構動きはありますね。次はオクラですね、狙っていきます。横にするっていうのを狙いますね。もうちょっと右側に寄せたいんですけどね。ちょっと一旦押してみましょうか。結果往来ですかね。やっぱりどんどん右側に寄せたいのは間違いないので、このままどんどん右側に寄せるっていうのを狙っていきましょう。少ない側ですね、狙うのは。いいですね。非常にいい状況ですね。奥狙って、奥側の突っかかりを手前側に持っていきます。はい、非常にいい状態。こうなったらもう取れたって確信できたように思って、手前側を狙いましょう。まあ、奥側狙うか手前側狙うか非常に悩みどころではあるんですが、手前側を狙えば安定して落とせるとは思いますが、そんなことはなかったですね、ということですね。はい。ちょっと右側のアームを寄せて、こう取ります。あー、難しいって感じですね。まあ、今のラッキーパンチなんで、まあ、このラッキーは逃さないようにしていきましょう。これはもう押して終わりましょうかね。落ちました。はい、はい、というわけでこちらですね、イレイナの右上げっこになります。はい、今見てもらったようにどれだけこの辺でこの形を作れるのかっていうのが大事ですね。まあ、これで手前側を狙っていくと、どんどんこう浅く、あの奥側がね、浅くなってきたりするので、全部が全部こういうわけではないんですけど、こういうラインに関しては、このやり方は取りやすい。あくまでも狙い方は人それぞれですし、これも狙い方の一つでしかないので、必ずこれで取れるよっていうわけじゃないので、そこら辺はあらかじめね、ご了承いただければと思うんですが、こういう方でも取りやすいよっていうのをご紹介でした。というわけでですね、末広がりの橋渡しが2つと、こちらのギミック台が1つ、こちら3点の紹介をさせていただきました。まあ、紹介というか解説というかなんですけど、次回ですね、何か新しいのがあれば、そちらをやっていきたいなっていうふうに思いますので、ぜひとも皆様ね、次回も楽しみにお待ちいただければと思います。というわけで、今回の教えてデッキは以上となります。